え、これ大キノコじゃないんかい。皆さんこんにちは、青のりと申します。本日は先日の動画に引き続き、いろはさん主催のよろいろはビギニングに参加していきたいと思います。それでは対戦の方までどうぞ。はい、対戦相手の方見つかりました。ともさんですね、対戦よろしくお願いします。お、ウーラオスいますね。ドラミドロがこれ取りるってことですよね。いや、これはステロ撒いてくる相手がいないんで、いや、これ磁場コイルいるんで、バッフロンからいきますか。バッフロン、ガルーラ、いや、ポリゴン Z でいきますか。さっきの試合とかずっとそうだったんですけど、相手のポリゴン2突破できるやつがいないんですよね。多分ポリゴン Z じゃないと突破できないんじゃないかってとこで、トモさんですね、対戦よろしくお願いします。ジバコイル、え、ショって、あ、バフロン出したよね。お、色違いのジバコイル、目が青ですね。初めて見たな。バフロン、多分こっちの方が早いと思うんですよね。地震警戒してくるか、これ。まあ、いいか、別に。ここは地震で。まあ、地震警戒してきたら何に変えるんですかね。まあ、ギャラドス、多分、ポリゴン2いると思うんですよね。ボディプレス。いや、これ耐えるろ。OK。これ多分頑丈だな、でも。え、でも、ちょっと待ってよ。お、でかい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 。いや、これは急所じゃなくても落ちてたはずですね。あ、でも B に振ってたってことなのかな。それだったら落ちないのかな。アナライズってことですね。ギャラドス。いやー、これ、ワイルドボルト打ちますけど、竜の舞とかしたくないかな。まあ、滝登りだったら多分落ちると思うんですよね。しかも地震過剰だし、大魔？まあ、いやー、これ、ワイルドボルト入れたかったなー。ダイジェットってことですよね。いやー、これ絶対裏にウーラオスいるよなー。ウーラオスいたら、まあ、とりあえずこのギャラドスは、まあ、これ絶対耐えないんで、ガルーラのカウンターでとりあえず倒します。まあ、相手も、素早さ上がって、ここで地震過剰で1段階攻撃が上がるんで、まあ普通に突っ張ってくると思うんですよね。まあ大魔もしてますし。なんでこれガルーラ出して、カウンターで倒す。で、最後多分ウーラオスだと思うんで、どうしようかな。まあでもポリゴン Z の大魔も一応残ってるんで、まあインファは多分耐えると思うんですよね。で、大アタックではまあ絶対落とせると思うんで、タスキじゃなければ。大ストリーム、まあこれは OK ですね。さすがに物理型ですよね、地震過剰ってことは。これは、カウンターで、まあこれはでかいですね。まあラスト1体、てか相手ウーラオスいましたっけ。もうなんかウーラオスだと思うんですよね。ウーラオス。いや、ここを一撃の方。不意打ちだよな、絶対に。いや、でもここをガムシャラ打つ意味ないんですよね。どうせポリゴン Z のダイアタックで倒せるんで、これはどっちかというと、タスキを考えて、不意打ち打ちますか。いや、ここでビルドとか絶対してこないと思うんで、不意打ち通る。OK!これでもしタスキだったとしてもタスキを潰せる。インファ、これが命の玉やこだわりハチマキだったら、多分ポリゴン Z はダイマしてもインファで落ちると。玉じゃない。いやー、耐えてくれねえかな。でもさっき確かインファイト耐えてたと思うんですよね。ここはダイアタックで耐えれば絶対落とせますね。まあ今、独房と防御も下がってるんで。いやー、これはポリゴン Z 連れてきてよかったってなるといいんですけど、耐久がないんで、
いや、ハチマキじゃないと思うけどな。頼む、耐えてくれ。インファイト耐えないか。え、強くないか。ちょっと待って、嘘だ、マジでか。いやー、まあでも確かに、いや、対戦ありがとうございました。いや、もし持ち物持ってなくても意地っ張りだったら、いやでもちょっと待って、意地っ張りだとしたらポリゴン Z が抜いてるんですよね。ということはハチマキか。そうですね、で意地っ張りだったら、ポリゴン Z が多分抜いてるんですよ、臆病なんで。で、あっちの方が早いプラス一撃で倒したってことは、ハチマキですね。ハチマキ持ってないと、6% くらいでしか倒せないんで、ハチマキ持ってるともう確定ですね。うわー、悔しい。いやー、20戦できなかったですけど、19戦はできますね、多分。最後、エール団長でいきますか。いやー、結局1500以上はいかなかったですね。これ多分負けの方が多かったのかな。後で数えてみよう。ユウさんですね、対戦よろしくお願いいたします。お、ヘラク、エモンがいるじゃないですか。エモンがいますね。まあ相手もこれ最後なんで、最後はエモンが出してくる可能性はありますからね。で、普通にこっちのパーティーに勝つに来るんだったら、ルガルガン、ヘラクロス、マリルリでいいと思うんですよね。なので、ケンタロス、ガルーラ、ミルタンクで、行きましょう。はい、ユウさん対戦よろしくお願いします。ルガルガンじゃないかな。ヘラクロス、ヘラクロスはまずいって。でもこれケンタロス取っとかないとだと思うんですよね。いや、これ一番いらないのミルタンクか。ミルタンク出しますか。相手ここで大魔して大ジェット積んでくるんだったら、ミルタンクはでも一回耐えちゃうな。一回耐えて、ダイナックル撃たれる。ミルタンク。まあ、ここで、何してくるかで、多分大魔じゃないのか。ダイマックス。まあ、多分これダイナックルじゃなくて大ジェット撃ってきますよね、絶対に。大ジェット撃たれたら、ミルタンクは何も、できずに、倒れちゃうんですけど、でもその後のガルーラでカウンターでとりあえずヘラクロスを倒せれば、まあ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 って感じですね。ダイジェット、お、ちょっと待てよ、これダイナックル耐えないか。命の玉、これは電磁波よりもステロの方が大事だと思うんで、ステロで。いや、これなんか耐える気がするけどな、ダイナックル。あ、でもタイプ1か。いやー、無理かー。そっかー。あ、そうだよな。あ、そうだろうな。まあ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 。これは、まあ、相手そのまままたダイナックルで突っ張ってくると思うんで、カウンターガルーラで落としますか。で、ヘラクロスの裏なんですよね、問題が。これは、まあ、カウンターで読んできますかね。まあ、読んだところで引っ込めないと思うんですけどね、さすがに。迷ってるのかな。え、マジか、これカウンター読みですよね、絶対に。マジでエモンが、いや、マジか、今のカウンター読みだよな、うますぎだろう、やばいな、これは。どうしようかな。ガンプ落ちないよな。岩石封じ打ちますか。これほっぺすりすぎですよね、絶対に。いや、ダイロック打ちますか。ダイロックで助けまで行って砂嵐で落とすと。てか、さっきのカウンター読みはやばいですね。完璧に、だってカウンター読みですよね。だってダイジェットで1段階上がって、ダイナックルと地震過剰で攻撃2段階上がって、
あと一旦ダイマターンがある状態で引くってことは普通にカウンターを読んだとしか考えられないですからね。ほっぺスリスリ動いてほしいですね。第6、まあこれ落ちないかな。お、タスキじゃない。まあこれはでかいですね。ヘラクロス、いやこれインファで落ちなくないか。え、ちょっと待って、これダイナックルの方がいいのかな。いや意味ないよな。第6、あ別にあるか、これダイナックルで、あダイアタックで、まあ一番威力があるのがダイアタック。これインファ耐えないか。あぶねー、動いてくれ、動いてくれれば、動いて、動いてくれ。 OK、まあ、これもし落ちなかったとしても、あ落ちるのはでかい。でガルーラも落ちる。まあそれはいいでしょう。まあ、かなりやってくれましたねこれは。で最後相手何だっけな、マリルリ、あマリルリか、ケンタロス。まあ、これケンタロスはまだ見せてないんで、まあ、スカーフ、あマリルリだよな。ちょっと待って、これバカ力で絶対落ちるんで、ちょっと待って、一応計算しますか。ギガインパクトで落とせるかどうかだけ。いやーダメだ、ギガインパクトでも落とせないんで、まあそりゃそうですよね。アイアンヘッドひるみにかけるしかないですね。半分いかないか、まず硬くねえか。アクアブレイクなら耐えるぞこれ。いや、これまだ、あ、ちょっと待って、アクアジェットがあるか。アクアジェット、霧はないよな、さすがに。アクアジェット、まあ、これは無理ですね。いや、でも結構惜しい試合だったと思うんですけどね。対戦ありがとうございました。はい、それでは、全部で20戦はできなかったんですけども、19戦ですね。でこれまだ今結果集計中ってことなんで、ちょっとあの結果が出たらあの結果載せとくんですけども、まあ、多分1430ぐらいだったんですかね。まあ、勝ち負けも後でカウントして載せときますね。でもそんなに負け越したっていう感じはなかったんですけど、勝って負けて勝って負けてだったんで、多分半分ぐらい勝って半分ぐらい負けたみたいな感じだったんじゃないかと思います。まあ、結構ね、皆さんあの強い方がいっぱいいらっしゃったんで、まあ、でもすごい楽しかったですね。大会を主催してくださったいろはさんですね。ありがとうございました。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではさようなら。